満月の弟、大月水月だよ。大きくなりましたね、水月。暇つぶしに楽しく遊んでもらえないかな、貴様先輩。うわあ、遅っ。そりゃこっちも同じ、切るんじゃなくて立つのさ。なら一本上司ですね。くらえ。暇つぶしはもう終わりにしろ。お前はゼッツ、それでは終わったのですね。ああ、決着がついたよ。お前はどうする、貴様。イタチさんが亡くなったのなら少し羽を伸ばさせてもらいますよ。